楽しかった。ブランプしてる時。今年はですね、あったかい日と寒い日が結構交互に来たので、5月暑かったんですね。で、6月涼しくなったので、育ったクリンソーと育ってないクリンソーの差が激しいです。裏を返せば長く楽しめます。ここは森の中なので、お花畑じゃないんですね。なので自然の森の中にあるクリンソーっていう位置づけでお花を楽しんでもらえたらと、そんな自然を一緒に楽しんでもらいたいなと思ってます。明日なんですけど、朝3時半から津別峠で雲海をバックにしたコンサートっていうのをやってます。はい、これはもうのんのの森の一つの財産である津別峠から見た雲海をぜひですね、皆さん音楽と一緒に感動してもらいたいなと思ってますので、出るか出ないかは日頃の行い次第ですけど、そんなのが一つの目玉ですかね。ぜひですね、お花が咲いてるだけを楽しみに来ないで、どんな場所で咲いてるのかとか、咲いてるものと咲いてないものと咲き終わったものがもう混ざってるので、その段階も楽しんでもらって、一瞬の点ではなくてちょっと長い時間をかけて見て線で見てもらうような楽しみ方をして森を歩いてもらうと、ただ咲いてる咲いてないではない楽しみが見えてくるので、ぜひそんな風にして森の中を歩いてみてもらいたいなと思ってます。